日本の俳優である。本名、井上栄一郎。小畜ネマの蒲田、大船の時代、多く喜劇映画の名脇役として活躍した。1902年11月15日、東京府東京市日本橋区柿柄町に生まれる。専修大学経済学部に進学するが、中途退学し、1924年7月、設立直後の築地小劇場に研究生として、 参加する。同年8月、小竹キネマが、小竹蒲田撮影所内に設けた、俳優養成所に移る。翌1925年4月に公開された、牛原宇津彦、島津安次郎共同監督による、第一話微笑む、全3編に出演して、満22歳で映画界にデビューした。日本映画俳優名館昭和9年版によれば、同年12月1日、 小竹蒲田撮影所に入社するとある。クレジットもない早く出演の長い下積みを経て、1931年8月15日、満28歳の時に公開された、小津安二郎監督の東京の合唱で社長役を拝命、以降、同年10月16日公開、成瀬幹雄監督の髭の力、翌1932年1月29日公開、 小津安二郎監督の、春はご婦人からと立て続けに、社長役を演じた。1933年1月4日、田中絹代が大幹部大遇、桂木文子、大川美智子、飯塚敏子、竹内良一、岡上司が、幹部、小林19二、坂本武氏が、幹部大遇、小倉茂、愛染夢子、水、久保澄子、小日向津対、藤井つぐが、 準幹部に昇進した時に、他にもようやく、香取千代子と共に、準幹部待遇に昇進している。翌1934年に発行された、日本映画俳優名館昭和9年版によれば、鎌区道塚町189番地に住み、身長は5尺4寸、体重は13巻、趣味は、音楽で、中華料理が趣向であるという。1936年1月15日、 撮影所が大船に移転した後も、引き続き小畜大船撮影所に所属し、名脇役と呼ばれるようになっていく。1942年の戦時体制以降の出演作は、同年4月1日、満39歳の時に公開された、小津安二郎監督の父や力が最初で最後であり、戦時中の出演作クレジットは見当たらない。第二次世界大戦終結後も、 五所平之助の監督作に制作会社を問わず顔を出した。満54歳の時に出演した1956年6月8日公開五所平之助監督のある夜再び以降の出演記録が見当たらない。テレビ映画、テレビドラマの出演記録はない。没年不詳。非常戦の女出演時、満30歳。夜ごとの夢出演時、満30歳。 爆弾花嫁出演時、三32歳。左から小倉茂谷、安倍昌三郎、柳井さよ子。特筆以外すべてクレジットは、出演である。公開日の右側には役名、及び、東京国立近代美術館、フィルムセンター、松田映画社所蔵等の上映用プリントの、現存状況についても記す。同センター等に所蔵されていないものは、 特に1940年代以前の作品については、ほぼ減存しないフィルムである。すべて制作は、松竹蒲田撮影所、すべて配給は、松竹キネマ、特筆以外すべてサイレント映画である。すべて制作は、松竹大船撮影所、特筆以外すべて配給は、松竹キネマ、以降すべてトーキーである。ありがとうございます。